TOKIO、松岡昌宏メンバーへの思い明かす、みんなそれぞれの道でやってる。TOKIO の松岡昌宏、47、が4日、YouTube チャンネルを更新。メンバーに対する思いを語る場面があった。松岡はこの日、スタッフからメンバーで一番怒ってくれた人って誰なんですか？と問われると、まあ木島さんじゃないかなと TOKIO のリーダー城島茂の名前を挙げ、調子ぶっこいちゃダメなんだぞっていうことを教えてくれた。俺の芸能人としての血は木島茂が最初に作ってると回想。また木島の呼び方も木島くんになって、茂くんになって、リーダーになって、おいになった。今は社長だけどと笑いながら明かした。さらに国分さんは全く俺と真逆と国分太一にも言及。考え方が正反対だというが、でも目指す場所は一緒。一番最初に会ったメンバーは国分さんだったし、あの人はうちのプロデューサーと思いを語った。TOKIO は2021年から3人で活動している。残っているのは1990年に結成したメンバーだといい、たまたまなんだけど結局この3人になった。でもうちの歴史っていうのは変わってない。5人で築き上げたものがあって今がある。みんなそれぞれの道でやってるわけだから感謝だよね、メンバーに、とお酒を一口飲んで心境を述べた。今後についてスタッフから、ファンの皆さんライブとか期待してるんじゃないかと思いますけどと聞かれると、今の我々3人の成長過程を見守ってもらいたい。ファンの方々にどういった形で満足してもらえるのか、我々も模索しながら、今は違うことに集中しているっていうのが本音かな。あくまで俺の意見ねと正直に告白した。松岡昌宏、松岡昌宏、1977年昭和52年1月11日後からは、日本の俳優、タレント、ドラマー、バンド形態の男性アイドルグループ TOKIO のメンバー、ドラム担当。北海道札幌市出身。所属芸能事務所は株式会社 TOKIO で、同社の取締役副社長、広報担当。北海道札幌市に生まれる。2、10歳からは神奈川県横浜市に移住したが、7、当時の生活に不満を持っており、毎日丘の上に登り、東京タワーを眺め、必ず東京タワーが見えるところに住む、と思いを馳せていた。その頃にテレビで光源氏を見て、8、13歳の時に自分でジャニーズ事務所に履歴書を送る。書類審査を通過し、テレビ朝日のオーディション会場に呼ばれるが、当時流行していた突っ張りスタイルで眉毛もないのをごまかした状態で行く。会場にいた社長のジャニー北川を用務員の人だと思い、睨み返す優と呼ばれ、優って誰？僕は松岡なんで、優はやめてくださいと言い返すなど、本人も内定するわけがないと思うような態度で臨んだ。しかし、翌日には社長から内定の電話があり、7、1989年に事務所入りすることになる。事務所に入り、最初に住んだマンションからは東京タワーが見え、自身は絶対このチャンスを逃してはいけない。どんなことがあってもしがみつこうと誓った。